はい、それではね、こちら、二重織りの、コットンストレッチの紹介になります。でこの生地の特徴なんですけど、まずはね、二重織りということで、2つのね、布を重ね合わせて作り上げられた生地になっております。で二重織りっていうとね、あのダブルガーゼのイメージ皆さんされると思うんですけど、これねガーゼと違って、通常のね、そこそこの肉感のあるものを2枚、合わせてこう織られた生地になりますので、ガーゼよりもね、いい意味でこう普通の生地っぽい感じの、質感の生地なんですよね。密度もあるし、通常の洋服とかにもねこう使えるような感じの、生地になっております。でプラス、これねストレッチもこうやって効いてるんですよね。はい。で厚みがですね、程よいにこう肉感があるんですよね。なんですけども、ストレッチが効いててこう柔らかいっていうね、結構ね不思議な感触の生地になりますね。オールシーズン使えるとは思うんですけど、特にね、夏以外で使ってほしいかなっていうね、そんな生地になります。で色目もねすごくこうカーキーとねこうベージュを混ざったようなね、すごくこう個性的で、なんかこうセンスのあるねこうカラーなんじゃないかなと思います。やっぱりこうコットンがね主になってるので、肌触りもすごく柔らかいですし、ナチュラル感もありますね。なんかこう肉感がこう程よくあってね、こうやっぱり二重織りならではの楽しい生地なんじゃないかなと思います。はい、以上になります。